おはようございます。本日は2020年1月7日朝5時37分になります。相場解説ドル円で、これは1時間を見てますね。1時間見てください。昨日ね、転換が起こるまでずっと売りでいいんじゃないかって言った、そのそばからこれが、はい、底を打ってぐーっと落ちてきたのが今度上昇を迎えましたよね。ここでの考え方なんですけども、これね、組み上げてさらに下に下がっていくための調整だというふうに考えることもできます。そうなった時にはここがですね、一つのポイントになってるか、もしくは二つ目のポイント、こちらどちらかで下にグッと下がるポイントがあるわけですよね。だからここは転換する、さらに転換して下に潜るんではないかなというふうにね、 N 字を書いていくんではないかなというふうに警戒しなければなりません。で、まだね、買いでどんどん入りましょうって話になりませんから、まず第一にこれは N の字を書く前提ではないかなっていうふうに考えていくことが肝要ですね。で、1時間をちょっと閉じますね。で、いつも通りデイリーの方から見ていきます。はい、デイリーを見ていただくと、もうお分かりですよね。これぐーっといって、で、いつものように丸があってっていうところを書きました。で、その後、フラッグがこういうふうに入っていったんだよっていうこと。もうフラッグが壊れましたんで、フラッグのことは今日で最後ですけども、ここをブレイクして下がっていったときに、これがですね、もうどこまでも下がるかどうかっていうのはまだわかんないんですけども、ただ、ここで、陽線に変わりましたよね。一本だけ陽線。ずっとそこまで陰線がずっと続いていたのに、陽線が一本出ました。でもね、これは陰線の流れがすごく強いんですよ。ですんで、この一本の陽線で、利益確定がだいぶ入った後に、さらに深くですね、ズバッと N の字を書いて落ちることが考えられます。私、これ第一本命なんですよ。で、次4時間見てみますね。第一本命でこれは下にグッと下がるんじゃないかなと思いますけども、これすごい勢いでしょ、これが、売りが。この売りがね、全部止まるとは思えないんですよ。ここから始まる、たったこれだけの、買いでね。だからここは、この辺りで、どこまでか分かんないですけども、この辺りで、利益確定をね、存分に成し遂げた。ここか。ここ。あ、だから今まさにそこですよね。ヒゲも出てるし。こっからさらに、ズバーッと、とてつもなく下がることが考えられるのが1点。もう1点がここですね。もうお分かりでしょう。ここ。ここまで、上がってきて、あれ、ここまでぐーっと上がってきて、大いに下がるということですね。ちなみにですね、ここをぶち抜くことは考えられないんですよ、ここ。ここをぶち抜いていくようだったら、デイリー。いくようだったらですね、もうここをぶち抜いてるってことなんで、すごい強い。買いということなんですけども、ちょっとそれは考えられないですね。もうここまで大きな買いは入らないと考えます。どちらかというとこっちの売りの方に進んでいくんではないかなと思いますよね。ここら辺までという形で見ていきます。という形でってのはちょっと分かんなくなりましたね。すみません。ここまず第1点が、今日中に売りに、あれ、ここじゃない、ここじゃないですよ、すみません。今日中に売りに戻っていくんではなかろうかということでございます。ここね、ドーンと戻っていくんではないかと。次は今週中に、今週中って言ってもね、木曜日あたりですけども、このあたりから跳ね返ってしたではないかなという形です。どちらにしてもね、デイリー見させてもらいます。4時間の方がいいかな。N の前夜なんですよ。これは。よくあるパターンで。もちろん絶対そうではないですよ。ただ N の前夜に相当すると考えます。第一本命です。それでは、失礼します。